ちた。あれ？もう5時。うん。まあこう焼肉の上にこう目玉焼きつけてるか、嫌か。あ、食べる。食べる？うん。美味しい卵だから。美味しい卵やから乗せられない。ちょっと冷めたけど。カラオケの機械買ったの。どこにあるの？あ、ほんま。シュンちゃんの誕生日に歌わねえな。壊れたの、ウィー。そうなん？うん、だからいつもウィーで歌っとんのか。もうならんこなった。ママティッシュ。でもさ、アリシュン、もしかしたら。ママティッシュ。もしかしたらさ、アリさ、お金も次1年利息が出たから消えたんじゃなかった？違うって言って。もうダメってサービス終了してるから絶対使えんが。あの、いいの？こう昔の、昔のビクターのテレビ。シュン、壊しもた。エアガンで壊した。高かったんじゃね、18万って。なんかペッペでたったいないの。シュンちゃん、ペッペでたったんじゃない？エアガンで壊したんが自分の部屋のやつ。なんかバンバンあったよね、こちゃん。これもシュン、ピストルで撃ったはずやと思う。ピストルで2つも壊れたんか。だな。バカだな。そんな自分のこうやってやったのも壊れて、ここに置いてあった赤いのも壊れて。うん、そうか。そうやったか。うん、でも故障じゃなかった。1回目やな。うん、故障で聞いたけど、その後、旬のゲームするのにテレビ壊れた。あれもビビだね、壊れて。おいしい。食べる。おしゅんの誕生日乾杯しよう。もうそれ。はい。え。乾杯。うん、おいしい。スパゲッティどうや？美味しいなかった？なんかちょっとね。ちょっと遅いね。うん。やり直すもとったけど、ひき肉を返す。もう忘れた。唐揚げをどとやん。うん。いとった、横いとったもんね、こっちゃん絶対とけね、唐揚げ。コウジと二人。コウジもちっちゃいじゃん。うん、あれの、こっちゃん多分これ5人しよ。これどこや。これ日本か。うん。あ、こほら、あの、この間旬に言ってたねから、と食べ放題と思う。うん、はい。お腹いっぱいになった。さあ、今道に食べられる。試食をちょっとぶっかけて。うん、でも味してた。
氷いっぱい作ったったけしん。うん。氷いっぱいあるけ。まあ、あんまないけ。ある。うん。これうまい。そう。うん。うん。どうだろう。うん。それさ、本当に。うん。ちょっと食べれない。ジュース入れて。うん。涙4は行ったの。うん。どこはいいの？なん、小杉のあのアルプラン。両替前からいっぱい持ってんのやけど。これでもいい？何でもいいわ。何食べんがんの箸欲しかったのかね。寿司。寿司か。食べない。サルモン食べればサルモン。また体でね、なんか血圧高いから。うん。俺は滑るね、この箸の。美味しいの、言うのはやっぱ、うん、うん、普通スーパーのあんまんまないけど、この辺ばあちゃん家で食べたやつがあるあれもうまそうやった3個あのキリアの上の今は桜井までとも行ってきたんやけど、うん、うん、あ、こんなの美味しいから。すごいやっておけ、だからデザインがおつあるのかね、いうの今日、普通の味なのからね、うん、うん、食べれる、食べれん、珍しい、全然食べれんじゃった、うん、あんまり食べとらんないの、ちっちゃな方がファンタ買いなの、うん、ファンタダブリッド、うん、ダイエット、トレーニングしとったら全然食べれんじゃった、ちっちゃなって言ってない、だから羊羹で、ね、少し食べる、うん、痩せたもんね。必要な分だけの。寿司もたくさん食べたらお腹が痛くなるだから、あの食べる。俺もめっちゃ野菜食べさせられる。おお、それ一番いいんだけど。で、必要なもんだけ食べて。よく構わねえダメやわ。うん。どこ取りにしたらいい？いい。うん、いいね。帰りがかり。俺だってまだ年であんまり食べられるの。うん。腹をたあな。ここ痛くなるヘリヘリする。もう帰ってきて食べたけど。焼き肉よく食べに行ってたね、調子とか抜けて。まあ、ビールで腹くくらないので。特に油っこいの食べちゃうの、すぐお腹痛めるの、ビリビリって。だから、ワチョみたいな食べ物でだよね。ギープ、ギープは、まあ、あ、酸っぱいのが効くの。まだママの親、食べられた。
2つを書くぐらいだったよ、ショーにしてね、好きだったよ、ね、好きなんだ、ショーで食べしようかな、まあケーキ食べよっか、美味しいよ、食べる、ベビーシューマイ、うまい、食べた食べた、びっくりしたんだよ、うん、気持ちいいよ、ここ行けってことや、長女だけやめたくないから、うん、その気になって食べれば食べたんだから、うん、いくら食べるから、うん、あこさんがあの友達呼ばんだな、うん、なんで友達姉妹やったし、あ、そっか、くそ、田中くん牛舎は卵みたいな匂いする、イカどっか食べるわけしないんだ、チンチンとしたこっちずーっと見てた、あとブラックラベルでもいっぱい飲んでみっか、ケーキ食べようか、これ一緒にして、うん、美味しいね、なんか服買ってよ、ね、あ服買ってよ、いついつでも、いろんな服や、ストリートの服、リナの服や、ストリートの服、ストリート、うん、ストリートの服か、イオンか、インターネット落としてて、お父ちゃん、あ、しゅんちゃんケーキ取って、あ、スライサー取って、パパナイフ、そこケーキとこうまいな、置き場所決めて、こっち口くんのが取らんなあかんね、いや、きっと味する、ちくちくとって終わった、もうこたすとパリよ、あのさこぼれすぐに、いつもそんなこたすとパリ必ずこぼれるから、あら、何言うた、ナイフ、ナイフ、ここにあんが、うん、ナイフとあのほらフォーク、スポーク、スプーン、フォークもどっちでもいい、小さい皿、これ、うん、あとなんかスコープ、あれいつもあの、あ、青い色の、あ、それそれ、小さい皿出して、